はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。タネビで数学を担当してます。小股です。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、今回、第17項全化式丸に解査数列の利用というところをね、やっていきたいと思うんですが、まず、タイトルにあると通り、もう全化式の、えー、解査数列の、ね、方針を取るような、えー、解き方、えー、解査数列で解いていくような問題になります。ということで、えー、ちょっとここですね、全化式の1回目は、えー、前回の動画で、 話をしていますので、そこでですね、等差数列と、え、比数列の方、えー、解き方になるようなものは解説していますので、えー、そこからですね、あのー、見てもらえればなと思います。で、えー、今回はですね、えー、まあ、どんな、え、全化式になるかっていうと、まあ、ちょっと先に問題見てもらうと、まあ、こういうような感じの問題ですと。で、まあ、前回話したところで、えー、まあ、ここで、 もし n がなければですね、n たす1イコール a n 引く2とかであれば、えー、この形であれば、等差数列っていうような話をしたと思うんですけど、まあ、今回ここがですね、n がついてて n の式になっています。で、まさにこれです。n たす1イコール n たす n の式になっているときっていうのが、えー、これはですね、回、まあ、差数列を使うような方針になるよと。回、まあ、差数列になっているよっていうような話になるんですけど、でもそこをね、えー 細かく見ていくと、こういうことですね。え、この a の足す1、引く a のが n の式。まあ一応この形でも判断できるんですけど、まあ明確にはですね、こうやって引き算の形にしてもらうと、つまり、この2項の、二項間の差ですよね。この a の足す1と a の差を見てみると、まあそこが n の式になっていると。で、それを bn とすると、つまりここの差なんで、 まあここをね、BN とするわけですね。ここは N の式なんで。でそうすると、まあ、これまさに、この図ってまさにね、あの、階差数列の話と一緒なんですよね。で、差数列のところも、まあ、あの、全く同じようなこういう、えー、まあ、こういうね、数、話を書いてるので、そこを見てもらえればね、階差数列の複習もあるかなと思うんですが、ええー、もうここは、こうやって、まあ、B1、 b2, b3 みたいなね。ここの差を取ったところの関係、ここに規則があって、ここが数列になるような話が、解釈数列の話です。そこから解釈数列から a の求めるような、ね、流れっていうのを、解釈数列の問題ではやったんですけど、まさにね、それを表してるんですね。だからこの差を取ったところの n の式、これを bn と置いてくださいということです。ここを bn と置くんです。 ま、置くイメージですね。で、置くと、S 列 BN は S 列 N の解査数列でなっているから、じゃあ N2 以上の時にこの式が使えるよってことです。これね、解査数列のね、式ですね。解査数列でなっている時の解査数列と一般項の式です。解査数列を使って一般項 A の求める式ですね。はい。では問題を解いていきたいと思います。はい。ではですね、問題いきます。 え、では、先ほどね、説明したこの問題なんですが、え、これは、えー、ちょっと、早速ね、え、回答を書いていきたいと思うんですけど、数列、an の、解差数列の、ない n 項が、マイナス 2n であるから、 まあ、えっと、BN ってさっきみたいに置いてもいいんですけど、まあ、ちょっとね、文字増やしてもあれなんで、今回はもうここ N の式なんで、これが解査数列の第 N 項ですよ、というようなことを書いてますね。で、もうじゃ早速解査数列の一,と一般項のね、式を書いていきましょうか。N が2以上のとき、N は初項1たす、K が1から、 n-1 引くまでの、ここに、今この大 n 項が、ま、あマイナス 2n なんで、マイナス 2k。ま、あまさに、あの、ま、あこれ bn と置いたときに、これ bk みたいなもんですね。bk みたいなものです。ですかね。この bn と置いたとき、こう bn と置いた時の、ここ bk に変えるんでね。k に変え、k の項に変えてください。マイナス 2k に変えて、あとはこれ計算していくと、 1たす1引く2出して、シグマの k が n 2分の 1n かっこ n 引く1ですね。まあ、この辺は会社数列の問題、あの、動画のとこでやってますね。ちょっとこかんなくなったし、そこ見てください。で、これ約分して、マイナス n の2乗、えたす n、 ってことで、an が -n の2乗たとて n たす1と求まります。で、初項初行 A1 は1より。で、これ n に1代にしてみると、この式にね、これ1代にしてみると、マイナス -1 の2乗たす1たす1で、ちゃんと1になりますね。だから、この式は n が1の時も成り立ちますね。 え、初項 a y イコール1より、じゃ答えは An イコール、マイナス N の2乗足す N 足す1です。はい。大丈夫ですかねここまで。じゃあ次の問題に行きたいと思います。はい。では、えー、学校2枚に行きたいと思います。 え、a1 が3で、an たす1、これ an たす2の n 乗ですね。ということで、え、また同じような方針でね、いきます。じゃ、数列。an の、えー、解査数列。の、第 n 項。まあ、一緒ですね。え、N の項が、え、2の n 乗であるから、 n が2以上の時初項が3なんで3足す、k が1から n 引く1の2の k 乗ですね。まあ、あの、イメージとしてはこれを、まあ、k に変えて当てはめるという感じです。で、えっ、ー、と、一点確認としては、r の k 引く、えー、1乗が こうでしたね。もっと言うと、今回上が、資行のも n-1 なんで、ここ1から n-1 だと上が n-1 になるんですね。これ使った方、これ使ってもらって、まあ、あのやり方は、ま、このままやってもいいんですけど、一応公式の形にしときますね。ってことは、この2の形状は2るこれ2る2の k-1 乗って分けられるんで、 この2の形状っていうのは、2かける、シグマの n-1 の2の k-1 乗となって、ってことは、でこの部分に対して、この公式ですね2。2-1分の2の n-1 乗、1となりますと。ということで、じゃあこれ、 分母が1分のなるから、えっ、ー、と、2の n 乗足す1ですね。計算すると a の2の n 乗足す1とあります。はい。ってことは、これ、あとね、n イコール1の確認なんだけど、n に1入れると成り立ちますね。ってことで、えー、初項 a1 イコール3より、n イコール1の時も成り立つと。 この式は n イコール2の n 乗足す1のときも成り立ちますよ。ということで、え最終的にじゃ答えは、2の n 乗足す1ですね。はい。ということで、まあ括弧一1番と方針は、え一緒なんですけど、まあちょっとこのシグマの中がね、えこうやって、えこのタイプのね、こうやって r の形式1のタイプの、 え、話になったので、まあ、ちょっとそこだけ、え、内容としては変わります。という感じです。で、ちょっとまあこの計算が、あの、苦手な人も多いので、まあ、今みたいにこう、ちょっとしっかり、あの、まあ、公式に当てはめるでもいいし、まあ,あの、普通に等比数列の和ということでね、まあ、ちょっとこのままやってもいいんですけど、まあ、ちょっとそこのやり方任せるので、え、こうやって確実に、え、答え出せるようにね、え、練習してみてください。はい。まあ、こ,こか、しっかりね、確認しておいてくださいね。しっかり、答え出せるようにね。 はい。ということで、今回はですね、え、an-1 イコール an-n の式の時に、解社数列、えー、ま、これは会数列を表しているから、ま、会社数列の、と一般公の方針で解いていくというような話でした。はい。というわけで、え、次回もですね、また全化式の内容が続きますので、え、前回の動画で解説した、倒差数列と倒比数列、 で、今回の会社数列の利用とところまで、えー、今のところ3つ説明しているので、そこをしっかり復習してみてください。では、今回はこちらで以上になります。それではお疲れ様でした。えー、今日解説した内容は、えー、自分で解けるようになるまで何度も何度も解き直してみてください。えー、それでは、本日はお疲れ様でした。